えー、若者の投票率を上げるにはどうすればいいマイナンバーと紐付けネット投票若者は投票でキャッシュバック無理っすねまず若者の投票率を上げたいと今の政治家は思っていません。 要はその、あのーまあ基本的にはその IT が分からないような人たちと高齢者に割とあの優遇したような政治っていうのをずっとやってるのでその若者が投票してしまうと自分たちが受からなくなる可能性があるんですよね。例えばじゃあ若者が投票しようってなるとその少子化対策とかでじゃあ子供を産んだ人たちでもなんか補助金増えるようにしようとかじゃあ子供生まれたら1000万円もらえるようにしようぜみたいなことやるとするんですけど今のその高齢者の政治家の人たちってまあ自分たちも6070なんで子供の教育とか子供が増えるとかマジどうでもいいんですよね。自分の息子も50歳みたいにさしたいんで,でその 後も30とかなんんででっていうレベルなんでなのでその子供とかその若者向けの政策っていうのには基本的にならないのでそれ,はそれをじゃあやりましょうっていう政治家がもし受かるようになってしまうと今度は自分のポジションが悪くなってしまうのでなのでその今の自民党の人たちっていうのは基本的にはあの若い人たちの投票率上げてほしくないと思ってるのでその若者の投票率が上がるような政策というのは行われないと思いますむしろ若者を積極的に減らそうとしてるんじゃないかっていうね疑惑がありますけどはい。